はい、じゃあお待たせしました。じゃあやっていきましょう、決勝戦。誰だっけ、もう一回言います。ポポさん、オレオさん、ビリーさん、ランペル君。いや、まだね、終わりじゃ、もう一回あるから。じゃあ今呼んだ人座ってください。ポポさん、オレオさん、ビリーさん、ランペル君ですね。いや嬉しいですね、でも外部の人が来てこうやってトーナメント進んでくれるっていうのはね、嬉しいです。正直あの勝ってってうまいもんしたらもう一回来てくれると思うからあの典型だからこの間優勝したから来ちゃったからはい、M としまで、M としもうちょいです。さっきはマジレスさせてすまん。いや、いいえいいえ、いいんですよ、僕マジレス大好きですからはい、マジレスあればご飯3杯食えますから。和骨いらっしゃい。というわけでね、1分ぐらいだったんでね、じゃあ始めていこうと思います。第1リーグ決勝ですね。リーグ表あればよかったんですが、ちょっと用意できなくて申し訳ありません。次からね、リーグ表を作っていこうと思います。作ってたんだけどね、デスクトップにあって、伸ばすやつの忘れたんですよ。そこが問題でしたね。ちなみに、月にね、2回ほどこういうね対戦配信というものをねやっております。視点はまだ見てないのはいないよね、さすがにここまで来たらね。ブルフレームかな、ブルフレームだね、ブルフレームでいきましょう。3000がいないですね、まあ、シャックルらしいですね。毎月ね、固定の対戦会、シャックルの大会をね交互にやってます。今月は対戦会が固定で、大会がシャックルです。来月は対戦会がシャックルで、大会が固定になってます。対戦会は僕の自腹で200円参加です。はい、ちょっと今ね、回線とか接続が混線したので3回ぐらい行ってたかもしれませんが、ご了承ください。はい、なんで対戦会もね200円サンクレなんでね、あ、くっついてますね、200円サンクレなんで、よかったらね来てみてください。はい、愛を落としんで治ったと思います。はい、エクストリーム剣の前、あれがね、これでこそ山田塾ですから、オレオさんですからね。言うてオレオさんの動画2つくらい上がってますけどね、どれもテクくてすごいねかっこいい動画です。ぜひ見てあげてください。このコミュニティにあるスターゲイザーとユニコーンですね。さあ、コミュニティ参加ありがとうございます。ブルーフレームですが、家庭用と変わったところは何かというと特に知りません。ありますか、何かありますか、家庭用と変わったところ。後ろ角で着地できるようになったんですね、とても大きいですね。ゴッドも後ろ角とかで着地できたらいいなと思うけど、友達呼びながらだよ。さあ、ゴッド覚醒使っていく。さあ、このゴッドね、覚醒で吹いてダメージソースを取っていきたい。ランペル君、川崎ゴッドと言われてますから、勝手に呼んでますから。さあ、ダメージ取っていきたい。さあ、ここでゴッドが落ちる。ゴッド落ちていきますね。152、オレオさん、ブルーフレームが152です。このビリーさんね、いいですね。うまい、うまいですね。ビリーさん、とってもうまいです。さあ、152で、1機目で覚醒使っていきたいところではありますが、後ろ隠す着地。いいですね、152。いいですね、2号機に対して差し込めるか。だがデルタプラス見ている、シュール入らないんです。着地していく、ステップうまいですね。152、2号機が格闘を押し込んでいけるか。覚醒中、ナイスバースが決まっていく。11ですね。さあ、デルタプラスに追いかけられてしまいますが、ブーメラン入っていく。ブーメランって武器自体がもうねかなりの強武器。さあ、シールドに対して鹿の糞が決まっていくんです。鹿の糞が決まっていくんです。いいですね、青くん FE だいぶ変わった。そうですね、だいぶ変わったみたいです。まあ個人の好みあると思います。さあ、着地を終えて300になってしまいましたが、覚醒をぜひ使っていきたい。覚醒も1回しか使えませんが、覚醒をデルタプラスが使っていく。さあ、青くんもねちゃんと覚醒をここで取られる前に使っていきます。起き上がり覚醒、何もいいことがありません。日曜日もバイト、月曜日もバイトみたいな感じですから。さあ、ここでゴッドが決めていく。さすが第1回山田塾じゃないや山田塾じゃないブリッジ杯優勝者ですから、決めていきました。見てください、山田塾の圧勝です。いやー、よかったですね、塾生エリートすぎ、エリートの塊ですから。さあ、ではここからね第2リーグの方をちょっと作っていきますんで、少しお時間いただきます。少しお時間の方をいただきます。その間、山田さんがつなぎます。その間じゃなくて、じゃあランペルさんだけ、ナメスの変更点について教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、じゃあそこでいいよ本当に一回転だけして。はい、どうもお世話になっております。1回戦敗退の M としです。いや、青枠かっこいいっすね。青枠、家庭版の頃からかっこいいなと思ってたんですけど、なんかフルブになってその格闘の着地がついて強くなったとか、なんていうか、キモくない、キモくない、弾幕をやめろ欲しい、かっこいい。はい、ということで、はい、どうも繋がせていただきます。はい、いらなくない、いらなくない黒目さん、黒目さん、黒目さん
いらん弾幕やめて、傷つくからやめて。俺だって人間なんだよ。JK だもんな。JK だもんな。いや、ちょっとね、第2リーグの敗者復活戦の方は、本当に1回戦ぐらいは攻めて、勝たせていただきたいなと思ってるんですけれども。俺だっていつか優勝するんだよ。だから、月1で開催されるこの大会に、まあ、定期的に参加することで、俺の成長をまたこのコミュニティでも配信していただこうかなっていう、そういうね、下心が、まあ、特にないんですけど、はい。今の気持ちは、うん、正直、龍馬さんに土下座ですね、はい。ハイメガランチャーの上さんいらっしゃい、はい。俺の下心感ですね。ああ、アケコンね、アケコン買わないと。いや、まあでも正直さっき一回GN フルシールドってゲロビュー打とうとしたら、フルシールドをしまったっていうね、最悪のミスをしたりとかしたんで、本当にアケコン買って練習しようと思います。アケコン買って、塾長にカスタマイズしてもらおうと思います。はい。USB、USB はね、対応してねえんだわ。ウィニングイレブンみたいになっててくれればいいんだけどさ、このゲーム、あんまりそういうところ親切にできてないから。CS をしないとブーストボタンが来る。そうそう、あと覚醒技シュートするとサーチボタンを押しちゃう。そう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 、全部のボタンを押せば覚醒技って思ってるから、全部同時に押すとサーチが変わって違う方にボーンって打ってて、ただ単に隙を晒しているっていう。いやもうね、本当アケコン難しいっすわ。アケコンでうまくプレイできる人はもう本当に尊敬します。はい。先ほどの試合はね、来てくれたポポさんが決勝に勝ち残ったということで、本当に決勝でポポさんと僕も試合しようかなって思うんで、第2リーグの方で応援よろしくお願いします。俺のディナムスが決勝でポポさんの2号機を狙い撃つシーン、どうぞご期待ください。はい。これから22人分くじを作る。これから22人分くじを作る。なくはない。なくはない。大丈夫。さっきの前哨戦を見てた人ならわかると思う。ワンチャンある。うん。次の罰ゲームはわかんない。次回、猿落ち、ご期待ください。2夜連続。2夜連続。本当に2夜連続だね。次やったらね。もうすでにね、1週間ぶり2度目の2サル落ちをやってるんで、はい。 3サル落ちはさすがにちょっと、はい、はい、じゃあくじを折りながら喋ろうと思います。くじを折ってるんで米火が見れません。はい。皆さんのご意見の方は完全にスルーでお送りさせていただきます。タイはワンチャンありません。僕は家庭用だと強いんで少佐に言います。はい。何が強いってジオングが強いです。はい。家庭用より強いよ。うん、いや、あ、コミュニティ参加ありがとうございます。皆さんのコミュニティ参加が原動力となってこのコミュニティでの配信が成り立っております。どんどんコミュニティに参加していただければいただけるほど、配信者のノーチャンス山田のモチベーションが上がって、すごい、俺の言いたいこと全部言ってる。毎回言ってよ。どんどん大会が面白くなっていくと思われます。よろしくお願いします。ポコタロックオンストロトシ、清掃圏の向こう側まで狙い撃つ男だ。一発芸したらプレミアが入る。一発芸は塾長じゃないの。いや、逆に一発芸お前がしたら入れてやるよ。歌ってください。覚醒技。ああ。帰ったら放送しません。頭痛いです。帰ったら頭が痛いんで放送はしないそうです。今日はディナメスです。ロックオンストロトシです。コミュニティ参加ありがとうございます。ありがとうございます。違うわ、字が違うわ。俺漢検準2級持ってるんで漢字にはうるさいですよ。英検は3級です。はい。意外とエリート。はいはいはい。もういいよ、全部入れろよ。なんか被ってるから2つ取れちゃうから。はい、じゃあくじ引き聞いてきます。増田さん8番です。はい、次。なまらねえよ。
トミーさんが3番。トミーさん3番。はい。現在粛々とくじ引きが行われておりますが、トーナメント表の方が用意されておりませんので、画面の前の皆様には何が何だかさっぱりだと思います。しばらくお待ちください。しばらくお待ちいただければ、大会第2ブロックの模様をお伝えしていただける予定でございます。はい。プレミアム2人の3人一気にコミュニティに参加ありがとうございます。モチベーションがうなぎ登りです。尺つなぎに何か、コミさんがやったやった、尺つなぎに何かね、俺はあの1ブロック目はもうやりました。2回学生落ちして負けました。本当にありがとうございました。僕はスタッフじゃないです。うちが近いんで来ただけです。コミ抜けて入りました。はい、ありがとうございます。何の意味もないです。ハッピーニューニャー歌って、ハッピーニューニャー、はじめまして、君の胸に激しくおばらん。歩け。キモくない、キモくない。かっこいい、かっこいい。恥ずかしい。お前だって今参加者全員周りにいる状態だぞ。周りに20人以上の人間がいる状況でこれができるやつなかなかいないぞ。一人で、うん、もう俺以外の人は完全にくじ引きに夢中なんで、本当にみんなからも何してんのっていう目線を向けられております。無茶振りは、はい、俺の心をどんどんね圧迫していくんで。引いてないです、引いてないです。引いてないと参加できないよ、失格になるよ。すげえ。17番はマブさん。うん、互いの心で風のように。先輩フラグはないです、大丈夫です。くじ引きました。ん、あれですよ、あのフルクロが勝った時のあれですよ。それでもただ進んでいくんだ、鋼の心で風のようにっていう、あの前作ですごいイラッとするあれですよ。はい、大分さんと俺は付き合ってないです。横浜ベイスターズ、フルクロはさっき初戦かなんかは勝ってましたね。はい、こっちが恥ずかしくなるからやめて。はい、わかりました。画面の前で鳥肌を立てている皆さんは申し訳ございません。はい、いやちょっとね、今バツナギをしないといけませんので。はい、 SE はない、 SE はない。太陽圏眩しい。さあ粛々とくじ引きが終わって、トーナメント表が、荒波と筒香を欲しかったら、ダルビッシュ3人ぐらいください。はい、8番はダルビッシュ3人ぐらいくれたらそれで大丈夫です。参加者の平均年齢わかんない、多分20歳ぐらいじゃないかな。皆さん老いてもいないけど若くもないっていう感じ。あーでも高校生ぐらいの方もいれば社会人の人もいるんじゃないかなっていう感じです。まあガンダム幅広い年齢層に親しまれているゲームなんで、まああれですね、いろんな年齢層のガンダムプレイヤーの交流を図れるっていう、こういう企画は大事にしていきたいと思いますね。はい、モンキーターン、参加者に女性の方はいるわけないでしょう。むしろここに女の子一人だけいてもすごい辛いと思うよ。うん、俺が優勝した時のために赤飯と寿司、はい、よろしくお願いします。そうですね、女子高生は一人だけいます、僕です。はい、 M としては何に来てますか。一人です。あーでもさっきひなわじゅう M 都市っていうなんかヨーロッパの回復みたいな人がいまして、はい、その人も出せば2人です。赤飯と寿司は炭水化物とか、1日ラーメン3食食べたりとかするんで全然大丈夫です。はい、白パイさんは分かりません、多分家庭用でしゃげたんしてます。白パイさんとショーミーさんとまたリーテンテイさんは本当にしゃげたんするリプレイを上げまくるのやめてください、お願いします。風評被害を被るんでね。はい、いやね、10連リプレイを頑張ってあげるのね、結構手間かかってるよ。うん、よくやったなって感じがしたよ。俺もリプレイ見て、